イングリッド・ベタイ・クール・プレシオは、コロンビアの政治家。コロンビア国会会議員、上院議員を経て、コロンビア大統領の候補者となっていた2002年2月23日、コロンビア革命軍に誘拐され、ジャングルでの6年半に及ぶ虐待と監禁の末、2008年7月2日、コロンビア陸軍により救出された。コロンビアとフランスの二重国籍を保有する。父は、 ガブリエル・ベタンクール、母は、ヨランダ・プレシオ。1961年12月25日、コロンビアの首都ボゴタに生まれる。1963年、父ガブリエルが、ユネスコ大使、後に、中仏コロンビア大使に任命されたため、ベタイクールも幼少期からパリで育ち、パリ16区の私立アンスティチュド・ラ・ソンプショーンに通った。中等教育は、 ボゴタのフランス人学校リセフランセ、ルイパストゥールで治め、バカロレア取得後、再度突出し、パリ政治学院で貿易と国際関係学を専門に政治科学を学んだ。上実のように、父、ガブリエル・ベタンクールがユネスコ大使、さらに中仏コロンビア大使に任命され、パリに在住していたことから、フランスに長年居住した。最初の夫である、 フランス人外交官のファブリス・デロアと出会い、1981年に結婚し、二人の子供を設けた。当時コロンビア大統領候補だった、ルイス・カルロス・ガラン・サルミエントが暗殺された事件をきっかけにコロンビアへの帰国を決意する。ガランは母ヨランダが選挙運動を手伝っていた友人でもあり、反麻薬取引を表明していた人物だった。1990年以降は、 財務省に勤務していたが、国政選挙に出馬するために辞職した。1994年のコロンビア会議員選挙に自由党から出馬し、初出馬にもかかわらず多くの得票で当選した。選挙戦では反汚職に力を注ぐと訴え、街頭でコンドームを配布し、私は汚職へのコンドームになると市民に訴えたことや、彼女の母親の知名度が当選要因だと言われる。 当選後は、公約通り汚職告発に力を注ぎ、マリア・パウリーナ・エスピノーサ、ギジェルモ・マルティネス・ゲイラ、カルロス・アロン・ソルシオと一緒に、重要な汚職の告発を行った活動から、四重氏と呼ばれた。当初はベタンクールも支持していたエルネスト・サンペール・ピサの元大統領の汚職が発覚した際にも、追求の手を免れようとしたサンペールを告発した。 大統領選挙戦の資金調達にカリカルテルからの麻薬絡みの資金を受け取ったというスキャンダルが発覚したにもかかわらず調査委員会が無罪を言い渡したのに抗議をしたベタンクールは自身の政治グループとともにハンガーストライキを行ったこのようにベタンクールは政治家と麻薬密売人たちとのつながりを告発し続けたがその結果1996年から暗殺の 脅迫を受けるようになった。これにより子供らを彼らの父親の住むニュージーランドに避難させた。彼女の汚職への追求は脅迫にも屈せず、自身が所属する自由党への避難も辞さなかった。自由党の会議でも堂々と自由党もマフィアと結託した利益を追求している。長年の間自由党は 国の犯罪者たちと恥ずべき関係を続けているのだと主張したことから会場をつまみ出されたことがある。1998年の国政選挙では自由党を去り、緑と酸素の党を設立。緑の党と銘打っているが主な公約は汚職との戦いだった。その選挙で最多得票を受けて上院議員に選出された。汚職を取り締まる。 政治改革の是非を問う、住民投票を行うため議員として奔走したが、50万の署名を集めたにもかかわらず却下された。この時期、大統領選に出馬したアンドレス・パストラーナ・アランゴが、当選したら政治改革を行うと公言したため、ベタイクールは支援したが、当選後は公約を破り政治改革は行われなかった。ベタイクールは、裏切られたと語っている。 ベタイクールは、フアン・カルロス・レコンプテと再婚し、この時期に、それでも私は腐敗と戦うを執筆し、最初に出版したフランスで、ベストセラーになった。後にスペイン語で出版された。エルネスト・サンペール元大統領は、自身の政権の汚職に関する記述は根拠のないこととし、本を回収するようフランスの法廷で要求したが、パリ法廷は、 サンプエールの抗議文を添えるようにと発刊自体は問題ないと判決を下した。1999年の地方選挙では緑と酸素の党はかけた県のサンビセンテデルカグアンなどで市長を送り出した。ベタンクールの政治活動はカシーケと呼ばれるコロンビアで権力を握る層の汚職を告発する歯に衣を着せない言動が話題を呼び世論の注目を浴びてきた。 国会でハンガーストライキを行ったり、街頭でコンドームやバイアグラを配り、汚職はコロンビア国政に蔓延するエイズ。バイアグラで汚職を止めようと訴え、汚職と戦い、コロンビア国民を元気にするなど汚職を追放する姿勢をアピールするパフォーマンスも言った。大統領選の選挙運動を始めた時には、ボゴタのボリバル広場のシモンボリーバル像に3回キスを、 したことも有名である。2001年に参議院を辞職し、2001年5月20日、2002年の大統領選に緑と山素の党から出馬する意向を表明した。他の立候補者、オラシオ・セルパやアルバロウリベベレスは、サンペール政権時の汚職発戦プロセスに関わっていたことと、パラミリターレスとも関わりが深いとされることを批判し、ノエミサ人候補には、 無党派を装っているが、実際は伝統的な政治家たちと党派を組んでいると批判した。しかしながら、ベタイクールの支持率は0.8%とかなり低かった。2002年2月に予定されていた政府とコロンビア革命軍との和平交渉が中止され、アンドレス・パストラーナ大統領は非武装地帯を奪還する要政府軍に命じた。2002年2月23日、 パストラーナ大統領はサンビセンテ出るカグアンへと旅だった。サンビセンテはベタイクールの塔から選出された唯一の市長の町である。いい時も悪い時も共にいると約束していたベタイクールもサンビセンテへと旅だった。政府軍のヘリコプターに同乗させてもらえなかったベタンクールは政府からゲリラが常駐しており、地域は戦闘状態との警告を受けていたが、 陸路フロレンシア経由で三部選定へと向かった。政府軍のチェックポイントを2回通ったが、2回目のチェックポイントでコロンビア軍の将校が数キロ先にはゲリラがいると警告した。しかし、ベタイクールは運転手に進むように伝えた。数キロ先に進んだところで停車させられ、武装した男たちが車に近づいてきた。ベタイクールは、微笑んで通行の許可を求めたが、 男たちから笑顔は返ってこなかった。ベタイクールは彼女の戦隊マネージャーのクララ・ロハスと共にファークに拘束され連れ去られた。誘拐は彼女の自己責任だとメディアに発言した当時の法務内務大臣に対し、緑と酸素の党はイングリッド・ベタンクールの解放へ向けて創作の責任を政府は負うべきである。民主主義のもとに 政府軍を管理する義務があるだけでなく、彼女を賛美選定搬送することを断った責任も問われるべきだからだという声明を発表した。大統領選で当選したアルバロウリベ大統領は、ファークが停戦に合意しない限り、ベタンクールの解放交渉には応じない構えだった。ファークはベタンクールを含む23人の政治的人質と引き換えに、 コロンビア国内の刑務所に収監されているファーク、構成員500人の釈放を求めていたが、ウリベ大統領は拒否した。解放交渉が暗礁に乗り上げたため、危険を伴う救出作戦の可能性が浮上したが、ベタイクールの家族は政府に救出のための武力行使をしないよう求めた。2003年、平和運動のデモ行進中に、 ファークに誘拐されたアンティオキア県知事ギジェルモ・ガビリアは和平顧問やコロンビア軍の兵士たちと共に拘束されていたがコロンビア軍の救出活動中に殺害されていた。ベタイクールが拘束されている場所はコロンビアの隣国ベネズエラに近いジャングルの奥深くと見られていた。サハのベネズエラ大統領ウゴ・チャベースはファークに共感を寄せており、 フランスのジャック・シラク大統領がベネズエラへの武器売却を拒否して以来、フランスとの関係が悪化していた。シラクの後を継いだニコラ・サルコジ大統領は、困難な政治状況下でベタンクールの解放に個人的に関わることになった。2003年7月、フランス政府はブラジルを拠点にベタイクールの極秘解放作戦を実行に移したが、失敗に終わった。これは、 シラクのスキャンダルの原因になった。2004年8月、ウリベ大統領は、ファークに対して正式な交渉案を提示したと発表し、服役中のファーク構成員50人を釈放する、代わりにファークも、ベタイクールを含む政治家と軍人の解放に応じる、というものだった。2007年6月4日、交渉が成立し、コロンビア政府は、 ファーク服役衆30人を釈放したが、ベタンクールの解放は実現しなかった。2007年2月、ウリベ大統領が、元大統領候補は、国外で生存している、可能性があると発表し、フランス政府に技術面での支援を要請した。2007年5月、ジョン・フランク・ピンチャオという人物がボゴタに現れ、それまで、バウペス県のファークキャンプに監禁されていたこと、そこに、 ベタイクールが2年間拘束されていたこと、そして最後に彼女を見たのは4月28日、彼がファークキャンプから逃亡する少し前だったと証言した。ピンチャオはクララ・ロハスも同じ収容所にいたと証言し、監禁中にゲリラとの間にエマヌエルという名の男の子が生まれたという。ロハスとは隔離されているベタンクールは5回の逃亡を 心見たが失敗に終わり、ひどい罰を受けたという。ベタイクールは、ラジオや新聞へのアクセスを制限されており、また、ゲリラとの口論が絶えなかった、とも語った。ベタイクールは健康で、本を読み、執筆し、届く新聞の切り抜きをして過ごしているとも証言した。2003年11月、ベタンクールは、ラジオのニュースで、 コロンビア法人副社長誘拐事件の報道に接し、副社長が殺害されたことを知って、涙を流したという。収容所にいる人質の多くは、病気や怪我をしており、ジャングルの檻の中に閉じ込められ、川で体を洗ったり、殴られたりする時だけ外に出された。ベタイクールは監禁中に、たびたび拷問されたという。二千七年十一月三十日、コロンビア政府によって、 ベタンクールの映像が公開された。ベタンクールは椅子に腰掛け、ぼんやりと地面を見つめていた。顔色は青白く、やつれていて、ほどけた髪が腰より、下まで伸びていた。ベタイクールは、肉体的に疲れ果て、気力もなくなっていた。とてもひどい虐待を受けていて、ゲリラたちの怒りの吐け口にされ、非人道的な環境に置かれていた。私が自由になるのを待っているせいで、 子供たちの人生はずっと待機状態になっているような気がする。子供たちの日々の苦しみを考えると、死は望ましい選択肢のように思える2008年3月31日、ベタンクールの健康不安説が流れた。あるニュース専門局が複数の情報源からとして、彼女が薬の服用をやめ、食事も取らなくなったと伝えた。 輸血を必要とする深刻な状態にあるとされた。肝炎を患い、余命は数週間とも言われた。息子のロレンソ・デロアは、母は死にかけている。コロンビア政府とファークの双方が協力し、手遅れになる前に母を解放してほしいと訴えた。2007年夏、コロンビア軍情報部は、ファーク内部に複数の工作員を潜入させることに成功し、 思い切った作戦を実行に移した。工作員たちは情報を収集しつつ、ファークの主要な幹部らの信頼を得ることに成功した。数ヶ月にわたる工作で必要な人物との接触に成功した。潜入から8ヶ月もしないうちに、人質たちの監禁されている場所が判明した。この情報に基づいて、コロンビア軍は5人の人質がアパポリス側で水浴びをしているのを確認した。 現場を監視するため、ジャングルにセンサーとカメラを設置したが、ゲリラが用を足した際に装置の一つが発見されてしまった。しかし、ゲリラは気づかず、政府側の監視が発覚することはなかった。その後の数ヶ月、さらに数人の情報工作員がファークの指導者会議に潜入した。2008年6月、コロンビア軍のフレディ・パディ・ジャデ・レオン将軍は、 驚くような救出作戦案を携えて国防大臣を訪ねた。潜入した工作員たちは今や人質たちを一箇所に集めることができる立場にいた。その作戦内容とはというものであった。ウリベ大統領は作戦を承認し、派遣作戦と命名された。2008年6月下旬、ファークに潜入した工作員たちは三箇所に分散して監禁されていた。 人質たちを移送し、一箇所に集めるよう指示を出した。そこから人質、工作員、ファークゲリラ約60人が、ジャングルの中を145キロ歩き、ヘリコプターの着陸地点に集合した。工作員たちは、国際施設団が来て、人質たちの健康状態をチェックし、その後、ファーク最高指導者、アルフォンソ・カーノのもとへ連れて行くと説明した。 2008年7月2日、早朝、人質と工作員、ファーク・ゲリラたちが、グアビアーレ県の空き地に集まっていると、2機のみマイナス17、ヘリが65キロ離れたサンホセデルグアビアーレから、飛来し、うち1機が着陸した。ファーク・ゲリラを装った2人のコロンビア軍兵士が、飛び降り、2人は、人質を迎えに来たと説明した。2人は、エルネスト・ゲバラの肖像画がプリントされた。 t シャツを着用していた。人質たちを整列させ、手錠をかけ、ヘリに乗せるのに22分かかった。工作員たちは事前に決められた暗号を用いて、ヘリの操縦士と副操縦士に、作戦の進捗状況を伝えた。その後、本物のゲリラ2人が、人質15人を連れて、ヘリに乗り込み、地上にいるゲリラたちに見送られてヘリは離陸した。離陸直後、 工作員たちは、ゲリラの頭に銃を突きつけ、ひざまずくよう命じた。ベタイクールは、現場の状況を理解できず困惑した。自分たちを6年以上も監禁し、拷問してきた男たちが今、ヘリの床の上で服を脱がされ、目隠しをされていた。そして、チェゲワラのシャツを着た男が、ベタンクールの手錠を外していった。我々は、コロンビア陸軍です。あなたは自由です。 その後、大変なお祭り騒ぎになって、ヘリコプターが落ちそうになりましたとベタンクールは語っている。他の14人の人質たちも自由の身になった。うち11人はコロンビア人の軍人や警察官であり、残りの3人はマーク・ゴンザルベス、トーマス・ハウズ、キース・スタンセルのアメリカ人だった。3人は民間の軍事受け負い業者であった。 ファーク・ゲリラの二人は逮捕された。作戦は一発の銃弾も使うことなく、一人の犠牲者も出すことなく完了した。この模様はジャーナリストを装った軍人によってビデオ撮影されており、7月4日に公開されたが、解放を告げられた人質が泣きながら喜び合う場面が撮影されている。作戦はコロンビア軍単独で一切が行われたが、 不足の事態が起きた場合には米軍に通報して協力を求める予定になっていたという。2008年7月4日、スイスの放送局ラジオスイスロマンドは、コロンビア国軍の特殊部隊が救出作戦を行ったのは、身代金2000万ドルを支払った上で実行された、いわば作り話だと伝えたが、この報道は即座に、フアンマヌエル・サントス国防相によって否定されている。 フランス国籍も有するベタンクールは、フランス政府の特別機で7月4日に、パリに到着、サルコジ大統領らの出迎えを受けた。サルコジは6月に、ベタンクールの解放を働きかけることを公言したばかりであり、救出作戦をフランスが支援した可能性も指摘されている。チリの大統領であり、自らもアウグストピノチェと軍政下で拷問を受けた経験を持つ。 ミシェル・バチェレは、ベタイ・クールを、ノーベル平和賞にノミネートすると表明した。本当にあった奇跡のサバイバル60、日経ナショナルジオグラフィック社、2013年、240ページ。本当にあった奇跡のサバイバル60、日経ナショナルジオグラフィック社、2013年、239ページ。本当にあった奇跡のサバイバル60、日経ナショナルジオグラフィック社。 2013年240ページ。本当にあった奇跡のサバイバル60日経ナショナルジオグラフィック社2013年240ページ。本当にあった奇跡のサバイバル60日経ナショナルジオグラフィック社2013年240ページ。本当にあった奇跡のサバイバル60日経ナショナルジオグラフィック社2013年240ページ。 本当にあった奇跡のサバイバル60日経ナショナルジオグラフィック社2013年240ページ本当にあった奇跡のサバイバル60日経ナショナルジオグラフィック社2013年241ページ本当にあった奇跡のサバイバル60日経ナショナルジオグラフィック社2013年241ページ 本当にあった奇跡のサバイバル60日経ナショナルジオグラフィック社2013年241ページ本当にあった奇跡のサバイバル60日経ナショナルジオグラフィック社2013年241ページ本当にあった奇跡のサバイバル60日経ナショナルジオグラフィック社2013年241ページ 本当にあった奇跡のサバイバル60日経ナショナルジオグラフィック社2013年241ページ本当にあった奇跡のサバイバル60日経ナショナルジオグラフィック社2013年241から242ページ本当にあった奇跡のサバイバル60日経ナショナルジオグラフィック社2013年242ページ 本当にあった奇跡のサバイバル60日経ナショナルジオグラフィック社2013年242ページ。本当にあった奇跡のサバイバル60日経ナショナルジオグラフィック社2013年242ページ。本当にあった奇跡のサバイバル60日経ナショナルジオグラフィック社2013年242ページ。ありがとうございます。